ハノーバーはアメリカ合衆国ペンシルベニア州西部のヨーク郡のボロである。ヨーク市の南西19マイル、メリーランド州ボルチモア市の北北西54マイルに一致している。生産性の高い農業地帯に入っている。2010年国勢調査での人口は15,289人だった。市外局番は717。 郵便番号は17,331から17,334である。ハノーバーの名前は、ドイツのハノーファー氏から取られた。ハノーバーは、北緯39度48分26秒、整形76度59分5秒、北緯39.80722度、整形76.98472度、 3 9 8 0 7 2 2 7 6 9 8 4 7に位置している。メイソン・ディクソン1の北5マイルにある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、領域全面積は3.7平方マイルであり、すべて陸地である。ハノーバーは1730年頃に入植され、1815年に法人化された。1727年。 アイルランド貴族の出身で、メリーランド州、プリムスジョージズ軍のジョン・ディグズが、第四代ボルチモア教、チャールズ・カルバートから、現在ハノーバーとなっている場所の土地1万エーカーを、払い下げられた。この地域は、ディグズ選択地と呼ばれ、1730年には、カトリック教徒集団が入植を始め、コーンウィンゴ・セトルメントと呼ばれるようになった。1730年代には、 メリーランドとペンシルベニアの双方から開拓者がこの地域に入り始めた。当時、メリーランドの北側協会とペンシルベニアの南側協会は互いに納得しておらず、現在ハノーバーとなっている地域は双方から権利を主張される論争地域だった。このために1730年代から1760年まで土地の所有権に関して多くの問題が起きた。 1760年、メリーランドとペンシルベニアの双方が、イギリス人、チャールズ・メイソンとジェレマイア・ディクソンを雇用し、メイソン・ディクソン線と呼ばれることになる、測量、標識設置を行うことになって、紛争は解決した。この線は1763年から1767年に、測量され、数十年間続いた、土地所有権に関する論争を終わらせた。 1745年、リチャード・マカリスターというスコットランド・アイルランド系移民が当初のハノーバーの町が建設された土地を購入した。マカリスターはカンバーランド・バレーから移ってきたばかりの長老派協会員だった。当時のハノーバーはヒッコリー、クルミ、多くの深い森に覆われていた。マカリスターは現在ボルチモア通りとミドル通りの角になっている場所に丸太小屋を建て、 店舗と酒場を開いた。1763年、マカリスターはその農地を区画に分け、ハノーバーの町を設立した。ドイツ人開拓者が、この開拓地を、この地域に生えていたヒッコリーの木の深い草林があった、ことから、ヒッコリーの町とあだ名をつけた。ハノーバーという名前は1749年に、ヨーク軍の地区割を行ったコミッショナーの一人であり、 町の南東部に大きな土地を所有していたマイケル・タナーが提案した。タナーがこの名前を選択したのは自分がドイツのハノーバー出身という事実によっていた。ドイツ人開拓者を喜ばせようと考えた町の設立者たちはこの名前に同意した。ハノーバーはその初期にはマカリスターズタウンと呼ばれることもあった。トーマス・ジェファーソンが1776年4月12日夜。 フレデリック通りにあったキャスパー・ライネッカーの所有する宿やサイ・ン・オブ・ザ・ホースに泊まった。記録ではジェファーソンがレネガーに夕食と宿泊費として11シリング6ペンスを払ったことになっている。ジェファーソンは大陸会議の最初の会合に出席するためにモンティー・チェロからフィラデルフィアに向かう途中であり、6月10日には独立宣言の起草を始めた。当時のハノーバーは 通行量の多い道路2本が交差する場所にあった。その1本は、ボルチモアから、北と西の方向に向かう道であり、もう1本は、フィラデルフィアとバレーオブバージニアを結ぶものだった。ジェファーソンがフィラデルフィアから、モンティーチェロに戻る時の9月5日、サイド・ライネッカーの宿屋で夕食をとり、宿泊した。ハノーバーで、初めての新聞。 ディ・ペンシルベニア・ボヘンシュリフトが1797年、ドイツ語で出版された。1805年、ハノーバーガゼットがそれに続き、やはり、ドイツ語で発行された。アメリカ独立戦争が始まった時、ハノーバーは約500件の家庭があり、その大半はマルタで作られていた。戦後、米英戦争の時まで人口は着実に成長した。 イギリス軍がボルチモアに進軍した1814年、ハノーバーと近隣の町は、フレデリック・メッツガー隊員とジョンベアー隊員が指揮する、不評ニコ中隊を立ち上げた。これらニコ中隊は1814年8月28日、日曜日に、徒歩でハノーバーを出発し、ボルチモア市には午前9時に到着した。9月11日火曜日、この部隊はノースポインまで行軍し、 その夜は武装したまま過ごし、翌日の記念すべき1814年9月12日、イギリス軍との戦闘に参加した。イギリス軍は間もなく撤退し、ハノーバーの中隊は、ヨーク軍の他の中隊と共に、わずか2週間の軍務で故郷に戻り、それ以上は要求されなかった。米英戦争の後、町は1852年までほとんど成長しなかったが、 ハノーバージャンクションまでのハノーバー支線鉄道がこの年に開通した。1858年、ゲティスバーグ鉄道が西のゲティスバーグまで鉄道による接続を可能にした。1876年、ハノーバーヨーク鉄道でヨークまでの鉄道が開通した。昌平と題する長を1904年にセンター広場に混流された。紹介任務にあたる 北軍兵を表している南北戦争の1863年6月30日、ハノーバーの戦いが起こった。北軍ジャドソン・キル・パトリック巡将の騎兵隊が南軍 JEB ・スチュアート少将が指揮する騎兵隊と遭遇し、ハノーバーの街中と南の農場で激しい戦闘が起こった。特にフレデリック通り沿いが激しかった。この引き分けに終わった戦闘によって、 南軍の騎兵隊がゲティスバーグの戦いの戦場に到着するのが遅れた。この戦闘の3日前、バージニア騎兵隊の別の文献隊が短時間ハノーバーを占拠し、地元住民から物資や馬を集めていった。長い間にハノーバーで生産されたものはは巻、手袋、絹、リボフラビン、水車、小麦粉、シャツ、靴、機械製品、家具、金網、 鉄構石グラインダーがあった。野菜缶詰のブランドにハノーバーという名前が使われ、また町内にあった通販ギフト会社もハノーバーという名前を冠した。ハノーバー歴史地区、アイヘルバーガー高校、ジョージ・ネース亭、アメリカ合衆国ハノーバー郵便局が、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定されている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ハノーバー都市圏の人口は約5万5千人である。その範囲には、ハノーバーボロ、ペンタウンシップ、ハイデルバーグタウンシップ、マンハイムタウンシップ、ウェストマンハイムタウンシップ、コーンウィゴタウンシップ、バーウィックタウンシップ、ユニオンタウンシップがある。これらの町はすべて、その住所にハノーバーという名前が入る。ハノーバーは、アメリカ合衆国のスナック菓子の首都と呼ばれることも、多い。 食品のネットワークに何度も出てくる。ウッつのクオリティフードやスナイダーズがあり、近くにはハノーバーフーズ、ウォルフガングキャンディ、マーティンのポテトチップス、ハーシーフーズ、ギブルズポテトチップスもある。これら工場の多くは自由に見学できる。バルカンマテリアルズ社がハノーバーの北部にある大きな石灰岩切り場を所有し、オックスフォードアベニューには事務所を構えている。 プレッツェル社のスナイダーズ・オブ・ハノーバーが町内にある。ウッズポテトチップの工場がハノーバーに設立され、ウッズのアウトレット店と共に、そこで商品の生産を続けている。メンチ音楽サービスが1936年に設立され、同じ場所に本社を維持している。ペンシルベニア州南中部では、最大の古典的アーケード、タイムラインアーケードが2011年に設立された。 ハノーバーの都市圏で主要な小売業地域は、アイゼンハワードライブ沿いにあり、ゴールデンマイルと呼ばれている。この4車線の道路は、東でアイゼンハワードライブとブロードウェイトの交差点まで、西はアイゼンハワードライブとカーライル通りの交差点まで伸びている。ゴールデンマイルにある主要な小売企業は、ウォルマート、アービーズ、AC ムーア、ゲームストップ、TJ マックス、ラキュシーナ、 M&T 銀行、ベストオーク、ザ・ホームデポ、コールズ、ステープルズ、テキサス・ロードハウス、ルビー・チューズレー、パーキンス、ダンキン・ドーナッツ、レッド・ロブスター、ローズ、ジャイアント、RC ・ハノーバー・ムービーズ16、マクドナルズ、チリス、ウェンディズ、シュルツ・デリカテスさん、ソニック・アメリカのドライブインなどである。ハノーバーにある。 別の主要な小売業地帯は新しく完成したゲートウェイハノーバーでありゴールデンマイルに並行してある。この新しいショッピングセンターは2011年に完成しアンカーテンにはターゲット、ホビーロビー、ロス、ペットスマート、ルー21が入っている。他にもオリーブガーデン、ロングホーン、ファイブガイズバーガーズ、サブウェイ、スターバックス、フルトン銀行、バッファローワイルドウィングスがあり、 地元の小さな企業も入っている。もう一つのショッピングセンターとして、ノースハノーバーモールがある。ハノーバー地域は二つの教育学区のすべてと、三番目の教育学区の部分が公共教育を管轄しており、他に私立高校も一校ある。ハノーバー公共教育学区は、ハノーバーボローを管轄し、下記5つの学校がある。学区内の児童生徒は、 州が運営する多くのサイバー、チャータースクールの一つに入学することもでき、その場合に追加費用はない。地元の教育学区がペンシルベニア教育省に児童生徒が選んだサイバー、チャータースクールの授業料を払う。ペンシルベニア州は子供の両親が家庭内で教育を与えることも私立学校に入学することも認めている。サウスウェスタン教育学区は ハノーバーボロ周辺の地域を管轄しており、ペンタウンシップ、マンハイムタウンシップ、ウェストマンハイムタウンシップが入っている。下記の6つの学校を運営している。コーンウェイゴタウンシップには、コーンウェイゴタウンシップ小学校があり、隣接するアダムズ郡のコーンウェイゴバレー教育学区に属している。私立高校は、デローンカトリック高校であり、隣接するマクシェリーズタウンにある。 ハノーバー地域の大きさにもかかわらず、カレッジがない。しかし、エンパイアビューティースクールが町内にキャンパスを持ち、パトリシアナーシングプログラムがハノーバー高校に教室を持っている。ハックとヨークカレッジがハノーバー高校とサウスウェスタン高校でも授業を行っている。ペンシルベニア州立大学ヨーク校もハノーバー地域で選択授業を行っている。ハノーバー劇場 1928年建設ハノーバーを通る主要道として、ペンシルベニア州道94号線、道194号線、道116号線、道216号線がある。94号線は、町の広場で194号線と交差し、北はカーライルに、南はボルチモア市に伸びている。194号線は、 町の広場で94号線と116号線と交差し、北はディルズバーグ、南はメリーランド州フレデリックに伸びている。116号線は194号線と合流し町の広場を通って3ブロック走る。そこから西のマクシェリーズタウンと東のスプリンググローブに伸びている。216号線は116号線から南西に分岐し、 コードラス州立公園を通っている。ハノーバーの町内はラビットトランジットが4系統のバス路線を運行している。16番系統は中心街とヨーク中心街を結んでいる。無番号の系統がヨークからハノーバーに通っている。21番系統は中心街とノースハノーバーやホームウッド大駅村を結んでいる。22番系統は 中心街のノースハノーバー及びサウスハノーバーを結んでいる。2000年の映画17歳のカルテのボーリングのシーンはシェッパード邸宅の地下室で撮影された。この邸宅とその双子邸宅であるマイアーズ邸宅はどちらもその地下室にボーリングレーンを持っている。ありがとうございます。